はい、皆さんこんにちは。科学と投資に関する情報発信をしています、ズボロクと申します。今回は SF の世界にあなたを誘うコンタクトレンズ型ディスプレイについて話していこうと思います。今回はこのような内容となっております。興味がありましたらぜひ最後までご視聴ください。それでは参ります。皆さんはコンタクトレンズを使っていますでしょうか？コンタクトレンズは視力の矯正や目の色を変える装飾品として世界中で幅広く使われています。近年このコンタクトレンズに新たな用途を加えたコンタクトレンズ型ディスプレイの開発が進んでおります。コンタクトレンズ型ディスプレイとは、目に装着し視界に電子情報を表示させるコンタクトレンズのことです。視界に電子情報を表示させるものとして VR があり、なんだか2番線時間がありますよね。しかし VR を装着すると視界のすべてが電子情報に置き換わってしまうため、ゲームやバーチャルワールドといった用途に制限されているという性質があります。しかしこのコンタクトレンズ型ディスプレイは視界の一部のみが電子情報に置き換わります。そのため実世界で視界を狭めることがなく電子情報を見れるといった点で幅広い汎用が期待されています。よって VR とは全くの別物と捉えていいでしょう。こんなコンタクトレンズ型ディスプレイですが、最大の強みはスクリーンからの脱却です。これはどういうことかというと、例えば皆さん生活している中で何かわからないことがあったら調べようとしますよね。その時ポケットからスマホを出して、そのスマホの画面を見ながら検索をかけると思います。このコンタクトレンズ型ディスプレイを装着しておけば、スマホを見ることがなく視界に情報が表示されます。そのためスマホという画面を見る手間が省けます。またこれは自分の目にしか表示されないため、プライバシーの観点からもとても優れたディスプレイと言えるでしょう。しかしこのコンタクトレンズ型ディスプレイを開発するにはいくつかの課題があります。例えばコンタクトレンズは厚さ数マイクロメートルしかないので、その中に電子情報が映せるディスプレイを導入するのはそれなりの技術がいります。またレンズは球状なので柔軟性に富んだディスプレイが必要です。こういった点からディスプレイの導入が困難というのが課題です。しかしこの課題はある程度解決されており、実用化にはもっと大きな最大の課題が残っています。それはピントが合わないというものです。それではここで目が見えるとは何かを説明していきます。目の前にあるものを見ようとした時、見たいものに光が当たってその光が反射します。すると人の目の器官である水晶体がその反射した光の進む方向を変えてくれます。その結果網膜といわれる、いわゆるスクリーンのようなところで光が一点で交わります。この網膜に集められた光は刺激として脳に伝わります。その結果物体が見えるという状態になるわけですね。すなわち水晶体はピント合わせの役割、網膜はスクリーンの役割を担っているわけです。さあそれではこのコンタクトレンズ型ディスプレイを装着した場合はどうでしょうか？ディスプレイが水晶体のほぼ目の前にある状態になります。こうなると水晶体が光の進む向きを調整しても近すぎるため、さすがに調整しきれません。その結果光が集まるのが網膜の先となり、網膜上には光が集まりません。そうなると網膜にはぼやけた画像が映し出され、それが脳に伝わります。これがいわゆるピントが合ってない状態というものです。このように課題が残っているコンタクトレンズ型ディスプレイですが、先月東京農工大学がこのような論文を発表しました。そして記事にもなっており、ここでホログラフィーを利用したと書いてあります。ここからはこのホログラフィーという技術について話していきます。ホログラフィーとは光の性質を利用して物体からの光を記録再生する技術のことを言います。ここからホログラフィーの原理について話していきますが、その前にホログラフィーを知るために必要な光の性質を理解しておきましょう。光とは空気を振動する波の一種で、異なる2つの波が合わさると別の波形になります。このことを干渉と言いますが、ホログラフィーでは
鑑賞を利用して記録・再生を行っています。さて、ここからホログラフィーの原理について話していきます。ホログラフィーには記録したい物体の他にレーザー、ビームスプリッター、反射板、そして乾板が使用されます。レーザーは光を放つもの、ビームスプリッターは光を分けるもの、反射板は光を反射するもの、そして乾板は光を集めるものとなります。さあ、まずは光の情報の記録をしていきましょう。まず光源であるレーザーをビームスプリッターに照射します。ここでビームスプリッターは入ってきたレーザーを2つに分割します。そして一方のレーザーは反射板で反射され、記録したい物質を照らします。その物体に反射した光が乾板に当たります。この光を物体に反射した光ということで物体光と呼びます。一方でビームスプリッターによって分けられたもう一本のレーザーは反射板で反射して直接乾板を照射します。この光は三照光と呼ばれています。説明は分けましたが、実際にはこの2つは同時に起こり、物体光と三照光が同時に乾板に照射されます。その結果、光の干渉が起こります。実際にこのように波の形で描くと、波がぶつかり合ってる部分っていうのがありますよね。そしてこの干渉した光が乾板に当たると、表面に干渉縞と呼ばれる細かい縞模様が出来上がります。これで物体情報の記録が完了します。さあ、次に記録した光を再生してみましょう。再生には物体光はいらず、三照光だけで十分です。三照光を記録した乾板に照射し、反対側から乾板を通して三照光を見てみます。すると実際にあった位置にまるで物体があるように見えるのです。実際に今回の論文ではこのように疑似コンタクトレンズから見てみると、 AR という電子情報を空間に映し出しています。このようにホログラフィーを利用し、東京農工大学はコンタクトレンズにディスプレイを導入し、ピントを合わせることに成功しました。ホログラフィーの説明はこれぐらいにして、最後にコンタクトレンズ型ディスプレイの関連銘柄について紹介していきます。私はこの技術の先駆者としてモジョビジョンに注目しています。モジョビジョンはカリフォルニアを拠点とした非公開企業であり、極小ディスプレイ関連の技術開発企業です。非公開企業ですので株を買うことができないのが少し残念ですね。このモジョビジョンですが、2020年1月スマートコンタクトレンズであるモジョレンズを発表しました。スマートコンタクトレンズというのは、いわゆるコンタクトレンズ型ディスプレイの中にスマホのような機能がついているものと思ってください。モジョレンズはいつもの日常風景に電子情報を付与すると言われています。実際に公式ホームページでの写真では、夜空を見るとそこに星座の情報が表示されています。なんだか SF 映画のような世界観ですよね。しかしモジョレンズはまだ研究開発段階である上、実際に販売するためには FDA 米国食品医薬品局の承認が必要で、安全性が認められなければなりません。そのため実際の製品化は数十年後になると予想されています。そんな課題がある一方で、こんなニュースも広まっています。それはモジョビジョンとメニコンが共同開発を発表したのです。メニコンといえば日本のコンタクトレンズ産業における最大手の企業で、モジョビジョンとはレンズ素材、レンズケア、フィッティングを中心に提携したそうです。これは言い換えると、コンタクト産業の最大手がコンピューティング産業に参入してきたということです。そのため今後どのような影響が出て産業構造が変化するか注視していこうと思っています。さあ、今回はコンタクトレンズ型ディスプレイについてお話ししました。いかがだったでしょうか。もし内容がいいなと思ったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も科学や投資のニュースを発信していきますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。